ウルフサカリ・レヘトバーラは、フィンランドの空軍軍人。最終階級は順位。第二次世界大戦では、約400回の出撃で44機を撃墜した、エースパイロットとして知られる。その先行から、マンネルハイム十字章を受章した。1917年10月27日、レヘトバーラは、オールシューピュフハイアルビのエミール・レヘトバーラと案に、レヘトバーラの下に生まれた。 1934年にサロへ転居。1938年にカウハバの訓練航空団にパイロットとして入隊した。レヘトバーラが使用した機体と同型の MS-406 等戦争が勃発すると、レヘトバーラは1940年に MS-406 を保有する第28戦隊に加わった。3月2日、キーから付近で、 赤色空軍の爆撃ケース B-2 を撃墜し、初戦果を上げた。継続戦争では、レヘトバーラは、MS-406 を買って15機の撃墜を記録した。1943年3月28日、第34戦隊に移動。第34戦隊で MS-406 から、メッサーシミット BF-109 に機体を変更した。 BF-109 では29機を撃墜している。再び第28戦隊に着任し、1944年9月15日からラップランド戦争へ従軍した。1946年11月28日、空軍を退役。その後ラピンラフティで映画館の支配人を務めた。1949年1月15日に自殺。 遺体はサロンにある両親と同じ墓に葬られた。ハーマリンタビートアニン 1994S204、クスキンゲンステンマン 2003S71 ファット、ポルバリー 2008S132。ありがとうございます。